いやー、皆さんこんにちは。今日はね、埼玉に来ました。埼玉のね、チコ山公園っていうところでね、チコモ山動物園ってところです。こちらがね、書いてるように狭山市市立チコ山公園の子ども動物園です。こちらがですね、なんと料金大人200円ね、子供が50円で入れますね。いやー、安いですよね。1年間のフリーパスも大人が600円で子供が150円ね。これ1年間ずっと入園できるっていうことです。で、ここにはですね、いろいろな動物がいましてですね、反対開けてください。これだけね、もうね、いっぱいいますよね。こちらね、猿から鶴、それでね、白鳥、ミニ博物館、水族館もありますし、シンボルゲージ、インコ系ね、あとフクロウとかニワトリもいます。でミーアキャットにね、天竺ネズミね、この有名なね、橋渡しの、こうやってる天竺ネズミっていうのもいます。でこちらね、オナガとかね、ヤギとか羊とか、ブラジルハグ、マーコールとかね、ポニーとかロバもいます。あとカピバラね、有名なカピバラ、タヌキね、あとカワウソいますよ。ここね、カワウソ、動物病院もありますね。これだけいてですね、なんと200円です。中はね、結構広いですね。こう子供さんがね、こう中で遊べるように、こう広場とか公園もあってね、あと白鳥もあります。鳥もいますね、いっぱいね。白鳥とか鶴とか猿もいます。いっぱいいますよ。これだけいてですね、ヤギもいます、馬もいますね。これだけいてなんと200円ですね、大人が。皆さん一回来れたらどうでしょうか。チコ山公園ね、有名ですよ。チコ山動物園ね、チコ山公園の子ども動物園ですね。でじゃーんということで、ね、こちらです。いやー、すごいですね。これ入り口がこういう感じですね。これで200円ということでね、非常に安いです。いやー、皆さんね、200円なんで一度来れたらいかがでしょうか。今日ね、いろいろ私も見たんですけど、最高でしたよね。こちらですね、子供で、駐車場もね、その近くにありますのでね、すぐそこに無料駐車場がありますからね。志向山公園のね、これ全体図ですけど、こちらに子供動物園があります。まあ、こちらね、いろいろいますね。ね、こういうか、このようになってます。猿がいて、ヤギとかね、ウサギ、キジ系もいますね。ね、もういっぱいいますよ。アメリカンハグとかね、あの馬もいますからね、馬も放牧されてますんで、ワラビーとかね、バッチリです。一度行かれたらいかがでしょうか。200円でね、1日遊べますよね。すごく楽しかったです、今日は。じゃあ今回ね、200円で行ける動物園を紹介しました。一度行かれたらどうでしょうか。最高でしたよ。いやー、じゃあチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録していただければね、いい情報をいっぱい発信していきますので、面白い情報とかね、チャンネル登録してください。お得情報とかね、面白い情報をどんどん発信していきますんで、じゃあよろしくお願いします。